アメリカ大統領選の最有力候補ヒラリー・クリントン氏がニューハンプシャー州の地元紙に、私はすでに宇宙人は地球を訪れているのではないかと考えていますと答え、世界を騒然とさせた。他ならぬ日本でも国会で何度も UFO 議論が展開されてきた経緯がある。民主党の元参議院議員山根隆二氏が当時総務大臣だった麻生太郎氏に対し、大臣は UFO を見たことがあるかと質問。これに対して浅見氏は、お袋は見たと言ってえらい興奮して帰ってきたことがありますけれども、残念ながら私自身は見たことはありませんと発言。山根氏が防衛上の問題だと突っ込むと、ある日突然に来る可能性というのは常に考えておくべき問題と真剣に回答した。山根氏の UFO 政策に関する質問主意書に対し、政府が閣議決定で確証できる UFO 関連の事例は存在しないとの公式見解を採択。ところがその後に町村信孝官房長官が、私は個人的には絶対いると思っていると発言。防衛大臣だった石破茂氏も、日本の航空自衛隊が未確認飛行物体 UFO の領空侵犯にどう対処すればいいのか悩んでいると真剣な表情で語った。国会でしつこくこの問題を追及した山根氏に聞くと、異星人が存在し日本の安全保障が脅かされるような状況があるのかどうかということを確認しておきたかった。日本の場合、超能力や異星人などの問題に科学的に真摯に向き合う姿勢が欠けていると大真面目に答えた。